6月4日の誕生花アーティチョークについて、花言葉、警告。アーティチョークは外側に硬い鱗片状の葉を持ち、触れると痛みを感じるほどのトゲがあります。この外観から警告や注意を促す象徴とされています。そのため警告という花言葉が付けられています。傷つく心、アーティチョークの内側には柔らかくて美味しい部分がありますが、それを得るためには外側のトゲや硬い部分を取り除く必要があります。この特徴が人の心の内側にある柔らかさや脆さを表現しており、傷つく心という花言葉の由来となっています。外見は硬くても内心は繊細であることを示唆しています。特徴、6月4日の誕生花の一つにアーティチョークがあります。アーティチョークはキク科の多年生植物で、地中海沿岸が原産です。独特の外見と豊かな栄養価で知られ、食用や観賞用として人気があります。アーティチョークの特徴として、大きなつぼみがあり、その中心部分が食用となります。つぼみは鱗片状の包葉に覆われており、内側に柔らかくて食べられる部分があります。花が咲くと紫色の美しい花を咲かせ、観賞用としても楽しめます。草丈は約 1.5 メートルにもなり、大きく広がる葉が特徴です。栽培には日当たりの良い場所と肥沃で排水の良い土壌が必要です。耐寒性はありますが、寒冷地では冬の間に保護が必要です。アーティチョークは春に植え付け、夏から秋にかけて収穫します。水やりは定期的に行い、特に成長期には十分な水分を与えることが重要です。アーティチョークは食用としても栄養価が高く、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富です。特に消化を助ける効果があり、肝機能のサポートや抗酸化作用があるとされています。料理では茹でたり蒸したりしてディップソースと共に食べるのが一般的です。全体としてアーティチョークはその美しさと栄養価、そして象徴する意味から、6月4日の誕生花として多くの人々に特別な意味を持つ植物です。観賞用として庭に植えることもできますし、食用として家庭菜園で育てることも楽しめます。